はい、こんばんは。SN リノヒエンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ラジコ紹介お願いします。お客様、こんばんは。こんばんは。これから自己紹介をさせていたします。私、フンと申します。今年23歳です。ベトナムのゲアンから来ました。私の趣味は音楽を聴くことです。私の希望は日本に戻りたいです。5年間ぐらいに御社で働きたいです。私に点数をお願いいたします。はい、ありがとうございます。搾乳の経験は3年あります。いくら大変でも頑張れます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。プンさん、日本に3年間どこにいましたか？北海道に住んだんです。北海道に住みましたね。北海道でどんな仕事をしましたか？搾乳です。搾乳以外何かやりますか？搾乳を、牛乳を絞ったり、餌だったり、掃除します。アルバイトは、仕事をいっぱいする。え例えば、うんこざると、うんこざって、餌もう一回ざって、ちょっと運転できるです。え。ちょっと運転できます？はい。何回ぐらい乗りました？何回ぐらい？何回運転しましたか？何回ぐらい？いっぱいです。いっぱい。覚えてません。一番上手なことは何ですか？一番仕事例かな。仕事で。全部仕事できます。一番得意のは何ですか？一番上手。一番できる。一番かな。よく褒めてもらったりすること、したこと。牛乳絞る。牛乳絞る。牛乳毎日やってますか？そはい。なんといる牧場ですか？牛なんといる牧場ですか？牛、ちょっと待って。牛なんといる牧場ですか？何匹いる牧場ですか？2000匹ぐらいいま何す。人か？2000。じゃあ外国人いっぱいいる牧場ですね。い、そう。ふんさん、何と担当していますか？もう一回、何番旅館？500、35匹です。440頭ぐらい。すごいですね。じゃあ残業もたくさんやりました。はい、じゃあ、たくさんいました。仕事何時から何時までやりましたか？朝3時から、
8時まで、うん。3時から7時まで。1時まで。はい。ベトナム帰ってどのぐらい経ちました？4月ぐらい。4ヶ月ぐらいベトナム帰りました。4ヶ月ぐらい帰ったら。ビザまだありますか？もうないですか？はい、もうない。北海道寒かった？寒かった。とっても寒かった。大でも、大丈夫です。丈夫だった。北海道楽しかった？はい、楽しかった。北海道に住んでて、どんないい思い出ができましたか？どんな嬉しい思い出ができましたか？Em ở Hokkaido, em đã gặp những cái chuyện gì mà khiến em cảm thấy nó vui, hạnh phúc?搾乳のこと、搾乳とっても楽しいです。ああ、じゃあ、牧場、牛が好きですか？好きで。ベトナムで牛飼っていますか？この間、買った、でも今、買わないです。買わない。なんとい、うち今、牛いない？いないですね。牧場の仕事は日本に来てからやりましたか？それとも、ベトナムにいた時も少しとか経験がありましたか？Em để cho em mới làm công việc chăn nuôi bò hay là em làm từ lúc em còn ở Việt Nam rồi? Từ Việt Nam rồi chị ạ. ベトナムからやりました。ベトナムではどんなことをやりました？牛。餌だったりだけ。その牛は何のために買いましたか？ Em nuôi bò vì lý do gì nghỉ chứ? Ở Việt Nam á. Để thịt hay là để nó đi làm ruộng cho mình? Hay. Làm gì em? Nó đi làm ruộng cho mình kìa. Hatake no tame kaimashita ne. Giả suy yêu cả nè. Hôm nay mô đốt tê. 何年いますか？5年います。特定技能2号がありますが、2号受けたいと思いますか？はい。彼女いますか？いないです。まだいないでないすね。じゃまだ結婚予定はない。家族何人いますか？です。残念ですけど、姉は結婚した。今、別に住んでいる。お姉さんね。じゃあ、お父さん、お母さん、今、二人、プンさん、日本に来たら二人暮らしになる。お父さん、お母さん、今、仕事をまだしていますか？母は仕事ないっす。お父さんは？父はちょっと仕事ありますけど、給料は少しです。しい。プンさん、ベトナム帰ってから仕事したりしたことありますか？ないっす。ない。4ヶ月ずっとベトナはい。ムで何もしなかった。時々、父に手伝います。お父さん、どんな仕事をしますか？làm đập cưỡi là gì chị? Làm gì cơ em? Làm đập cưỡi chị ạ? Làm đám cưới à? Party の準備したりするのね。ハウスね。わかりました。身長何センチありますか？身長は
170センチ。何キロありますか？もう63キロです。63キロですね。3年間北海道に行ったけど、病気かかったりしたことありますか？ナイス。ない。コロナもかかってなかった？ナイス。ああ、じゃあ健康ですね。わ かりました。日本に来たら、次の目標は何ですか？目標、次やりたいこと、なりたいことは何ですか？全部で来る。仕事。じゃ。Mục tiêu tiếp theo của em sau khi đến Nhật thì em muốn là em sẽ làm được cái điều gì? Tức là dự định của em sau khi bên nước 6 5 năm bên nước sẽ là gì chị? Sau khi em đến Nhật thì em có cái mục tiêu tiếp theo là gì? Ví dụ em muốn lấy chứng chỉ gì hay em muốn làm như thế nào ấy? Thì em vẫn muốn gonen kang onsa de hatarakitai. じゃあ5年後になったらどうしたいですか？まだわからないです。まだわからない。3年間お金貯金してどんなことができましたか？族に全部送る。送りました。家族送ったら何ができました？貯金だけ？貯金だけかな。お金に何に使いましたか？残る、ロジティ。ローンを返したり、借金を返して終わりですか？悪い。じゃあ結構借金ありました。借金が多かった。わかりました。これから日本に来て5年間働きたいと言ってたんですけど、その5年間働いた給料、どうしたいですか？Em làm việc 5 năm, em tiết kiệm thời gian tới, em sẽ dùng tiền để làm gì? EAO たてる予定です。当てる予定ね。わかりました。あんまりできないことありますか？短所は何ですか？短所。あんまりできない。あんまりやりたくない。嫌なことは何ですか？ Điểm yếu của em là gì? Hoặc là những cái điều em không thích chẳng hạn. Thì điểm yếu của em là hay có tín chị, thật thà hay tin tưởng người chị. Hito ni shinyou si suiru. でもまあ、それはいいことだけどね。それ以外ありますか？意外わからないです。それだけね。重いものを持ったりすることはできますか？重い。何十キロも持って運ぶことはできますか？30キロいいね。おもっとできる。朝早く起きるのが慣れました？朝3時起きて慣れました？マスター。じゃあ大丈夫ですね。大丈夫です。わかりました。特にわかりました。また、企業と面接、日程決まりましたら連絡します。お疲れ様でした。